今回紹介するのは、さよならパヨクという本です。パヨクやめた。全部ぶちまけます。反原発を利用し、善良な人々を反日、反政府へと先導していくパヨク、イコール、劣化した左翼。その手口や実態が、千葉霊によって今明らかに、ハスミとシコとの黄金タッグ対談も収録。非常に読みやすい程度の厚さで、 芝期待とパヨクの関係や彼らの活動の中にいた芝玲子さんがそれらを疑問に思った経緯が大変わかりやすく書いてあります芝期待やパヨクの連中というのは大体こういうものだろうなと思っていたらやはり全くそうでありしかもテロリストや暴力団と手口が同じことも示唆されていました最後にある 特別対談の千葉玲子さんとは住敏子さんの対談も実に本質をついています。やはり、動機不順の奇妙な過激行動や発言に対しておかしいと思っている人は多いと思いますが、所詮パヨクや葉期待というのはこの程度の悪意の迷惑行為団体でしかないようです。本書を読んで、彼らパヨクをことさらに持ち上げる野党や、 マスコミの報道姿勢に対して大いに疑問を持ったことも追記しておきます真っ先に読んでみて良かったです以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします